どうも、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube だと攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまい、結果的に動画が見れなくなってしまうからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見てもらえるよう、YouTube では告知のみを行っています。で、今回追加した雑談はこちら。恥の概念がない話、ようやくしたな。ワールドカップのことを言われても、なんとも思ってないどころか、誇りに感じてるのよね。いやー、まさかここまでとは思わなかったな。確かにこうなってくると別の何かだな。さて、この動画の説明欄に今回アップした雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。説明短いな。同じく説明欄にはすでにニコニコ動画に上げているものへの一覧へのリンクもあります。いろいろ盛りだくさんなので他のもぜひ見てみてください。それと、冒頭でも言いましたが、このチャンネルは攻撃を受けているので、いつバンされるかわかりません。事実、過去に2回バンされていて、これは3代目のチャンネルです。この動画の説明欄にはサブチャンネルへのリンクも記載してあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。そういえば、サブチャンネルはチャンネルごと広告を剥がされてたけど、広告が復活したよな。こちょこちょ設定を変えたら復活できたわ。それって、YouTube からここがダメとかこうしろとか指導があったわけではないよな。全然よ。むしろ YouTube から来たメールは、アップされてる動画が悪いとか言った内容だったけどさ。動画は一切変更せず、設定の変更だけでいけたわ。何それ、詳細なルールとか理由とか言わないだけでなく、嘘のメールまでしてくるってことだよな。そうなのよ。最悪よ。全然信用できないわね。なんか最近、動画の告知より悪態をついてることの方が多くないか。告知より愚痴、それダメだから。告知より落ち、それ大事。続きはニコニコ動画でね。